見直しました。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。日本政府がウクライナ避難民への支援を本格化、就労可能な在留資格を付与。とりあえずはほっとしました。国連難民高等弁務官事務所の発表によると、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2月24日から3月15日までに300万人以上が難民としてウクライナから近隣諸国に避難しています。世界37カ国が難民受け入れに手を挙げているのですが、現在のところ難民のおよそ6割がウクライナ隣国ポーランドに入っているということです。ロシアの隣国という点では日本はウクライナと同じ立場なのですが、その日本がウクライナ難民を受け入れる決断をしたことは、今後の日本にとってとても意義あることだと感じます。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。3月16日付、時事通信によると、日本政府は15日、ロシアの軍事侵攻から逃れるために来日したウクライナ避難民の支援体制づくりを本格化させた。避難生活の長期化を見据え、就労可能な在留資格を希望者に付与すると発表。住居・就労先支援を表明する動きが地方自治体や企業から出ており、これらを避難民のニーズと結びつける取り組みを始めた。岸田文雄首相は15日、古川義久法相、林芳正外相らを首相官邸に呼び、来日する避難民の増加に備えてしっかり体制を作るようにと指示。この後の政府与党連絡会議で、およそ270万人のウクライナの人々が隣国に避難している、人々の受け入れを進めていくと語った。首相が避難民受け入れを表明した2日以降、日本に入国した避難民は47人、13日時点全員が親族や知人を頼って来日した。ウクライナ周辺国の受け入れ能力は限界に達しつつあり、今後日本に親族や知人のいない避難民が増加する可能性があると報じています。現在ウクライナからの難民の方々は90日以内の滞在が可能な短期滞在という形で、報酬を得る活動をしないことを条件に日本に入国しています。しかし戦争が長引くなど避難生活が長期化する可能性もあることから、3月11日コルスンスキー駐日ウクライナ大使は古川法相と面会し、ウクライナ難民に対する日本政府の柔軟な対応をお願いしていた経緯がありました。そのようなこともあって、先日15日の閣議ではウクライナ難民それぞれの事情を考慮しつつ、就労可能な在留資格、特定活動1年での滞在を認めることを決定したのです。加えてウクライナ難民を支援したいという地方公共団体・企業などに対する窓口は出入国在留管理庁が担当し、情報収集と情報提供を担当することになりました。いつもの岸田首相の流れからすると、前例がないなどぐだぐだ言いつつ、また検討するだけのいわゆる検討士になるのかななんて少し心配していましたが、予想外の柔軟な対応と素早い閣議決定に正直驚いてしまいました。思えば自他ともに首脳と認める岸田首相は外相時代、
ロシアのラブロフ外相とウォッカの飲み比べをしたなんていう話もよく聞くだけに、今回のロシアやウクライナに対する一連の対応はとても評価できると思います。古川法相は人道的な観点から人道的な配慮が必要だと認められる場合は在留を認めると、ウクライナ難民に対する例外的な対応について説明しました。実はこのような例外は今回が初めてではありません。2021年夏にアフガニスタンの首都カブールがタリバンに制圧された時のこと、その際アフガニスタン難民に対しても日本政府は今回と同じような例外的な対応をしていました。あれれれ、シリアやミャンマーの難民との整合性はどうなってるの？という疑問が頭に浮かんでくるのですが、3月17日の CNN では絶妙のタイミングでウクライナ難民に対する選択的思いやりを見せる欧州という記事が掲載されています。記事によると、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった数日後、ブルガリアのボリソフ首相は、これは今までの難民とは違う、今まではどうしたらいいのかわからなかった、出生、経歴が不明、テロリストなのかどうかもわからなかったと発言しています。これはウクライナ難民は自分たちと似たような姿形をしていて、文化圏が近く、受け入れることに不安は感じない。しかし、シリアやアフガニスタンからの難民はよくわからない人たちだから不安だと言っているのも当然です。これを差別だとレッテル貼りをするのは簡単ですが、人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは、同情心や連帯感は見た目や宗教が自分たちと同じ人たちだけでなく、助けを必要とする人全員に行き渡らなければならないと苦言を呈しています。確かに一面ではとても正しい意見だと思います。ただそれを傘に着て悪用する人たちもいますので、そちらの人権云々の方は気をつけないといけませんよね。今回のウクライナ難民に対する日本の柔軟な対応には賛否両論様々ありますが、個人的にはたとえ偽善だと言われても、今のウクライナは明日の日本、今のウクライナにできることはやっぱりしておいた方がいいと思います。先にも述べましたが、ウクライナの隣国はロシアです。そしてロシアの隣国の一つも日本であり、しかも北方領土問題を抱えている。すなわち、すでに日本は領土をロシアに取られている状態です。今、欧米と足並みを揃えてウクライナを支援しておかないと、将来日本が同じ目に遭った時、どこの国も助けてくれません。非常ですが、同情心や連帯感は見た目や宗教が同じ人たちに感じるものだと思います。ヨーロッパから見れば、日本はシリアやアフガニスタンよりもさらに遠い極東アジアにある島国なのですから。今回のニュース、海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。入国を許可しておきながらその国で働くことを禁じる方が理解に苦しみます。これは家に人を泊めておいて後片付けを禁止するのと同じです。それで実際に仕事が見つかればいいのですが、日本に行くなら少し裕福で高度な技術を持ち、国際的に企業に就職する資格があれば大丈夫でしょう。ウクライナから日本はあまりにも遠すぎます。家族がいるなどの理由がない限り難民としては行かないでしょう。日本は難民の受け入れでひどい目に遭っています。この状態で果たして何人難民を受け入れるのでしょうか。このような状況ではある程度
数をコントロールする必要があると思います。難民が殺到すると、地域経済に打撃を与えることになりかねません。徐々に社会に受け入れられれば理想なのですが、まだたったの47人しかウクライナ難民を受け入れてないってどういうこと？英語が話せない人は戦争が終われば早々に帰国するでしょう。ウクライナ人は世界の支援に本当に感謝しています。ウクライナから難民を受け入れることで、日本のゲームやアニメ、日本文化に魅了される人を獲得できると思います。結果的に日本文化の輸出が増えることになるでしょうね。次は日本の反応です。いろいろな問題が想定されると思いますが、まずは受け入れた上で、問題が生じた際には、その都度柔軟に対応し、制度の確立を行えばいいと思います。まずは困っているウクライナの人たちを救いましょう。ウクライナ人は学歴もあり、資質に恵まれた人材が多いのではないでしょうか。事実上の移民政策となりますが、無秩序な大量移民ではなく、コントロールされた穏やかな移民受け入れのモデルケースとして重要な意味を持つと思います。働いた方が本人のためにも日本のためにもなると思います。働いて納税して国保加入や社会保障が受けられるなら、それに越したことはありません。少しでも日本を好きになってくれる外国人が増えるといいですね。様々な問題を想定し、調整する時間は今のウクライナの方々には残されていません。とりあえずは目の前の大義を立てて動き出した岸田政権を見直しました。ところで先進国に仲間入りした気でいる韓国は、やっぱり先進国としての義務を果たしていないようですね。3月17日の朝鮮日報は、世界37カ国がウクライナ難民の受け入れを表明している。フィリピンやスリランカのように経済規模がそれぞれ韓国の5分の1、20分の1の国でも避難民受け入れを申し出た。世界の経済力上位10位に入る国のうち、ウクライナ難民を受け入れていないのは中国、インド、そして韓国だ。ムン政権はウクライナ難民に対してこれといった関心を示していないと報じています。記事のコメント欄を見る限り、韓国の方は気づいていないようですが、記事にもありますように、経済力がある国だけが難民を受け入れているわけではないのです。民主主義を守りたい、ロシアの侵略は許さないという気持ちを共有している国だけが、たとえ偽善と言われようと難民を受け入れているんです。ネイバーのコメント欄には、我が国は休戦中だから難民なんか受け入れないという意味のコメントが多く、一方で先進国にふさわしい態度をムン政権の5年間我が国は見せたことがないなんて嘆いている人は少数派の印象でした。結局最後は韓国の話になってしまいましたが、やっぱり日本は一貫してロシアを厳しく糾弾し、ウクライナに対してはできる限りの支援をするべき時だと思います。何よりもこの戦争、早く終わってほしいですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。